どうもです。ドキドキンチャンネル、ドキンです。今回は七夕イベント運営さんに願いを届けたいと、もうちょっとですね、わけのわからない企画でですね、動画一本作ろうかなと思いまして、皆さん今回のですね、七夕イベントやってますでしょうか。まあですね、いやいやながらもですね、報酬が欲しいからといってですね、頑張ってやってる方もいらっしゃると思いますし、まあ、花からですね、もうこんなのやってられるかと言ってですね、全くやってない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うところなんですけど、まあちょっと最初はやろうかなと思ったけど、まあ5回ぐらい行ったらもう諦めたとかですね、あのおみくじの10点の5個だけ取ったら終わりとかですね、そういった方もですね、たくさんいらっしゃったんじゃないかなと思うんですけど、ドキンふと思ったんですよね。このド M 仕様のイベント最高何回まで行ってらっしゃる方いるのかなと、まあ、今回の七夕イベントもう盛り上げようにもですね、もう盛り上げようがないんでですね、だったらディスりまくってやろうかなと思いましてですね、第1回ノブオン随一のド M は俺だ私だを開催しようかなと思っております。まあルールは簡単です。何回言ってるかをですね、あのスクショ、まあ、写メを撮ってですね、ツイッターのドキドキンチャンネルの方にですね、送っていただきたいなと思います。ただ俺はあのツイッターなんかやってないという方はですね、ぜひこの機会にですね、ツイッターを始めてもらってですね、もう LINE とかツイッターはですね、当たり前の時代になってますんでですね、ただまあ俺はガラケーだという方はですね、あの PC の方からでもできますので、ぜひですね、まあツイッターの方のドキドキンチャンネルをですね、フォローしていただいてですね、写メ送っていただきたいなと思います。まあ、あの左上にあの画像を出したんですけど、まあ、ドキンの場合はですね、こういう形ですね、七夕無限迷宮51回に入場しましたって書いてるんですけど、そこのね、証拠になるところと、あとはまあキャラ名も一応出してもらいたいですね。あの誰々が優勝したってあの言えなくなっちゃいますので、ただあのドキドキンチャンネルをですね、見ていただいている方にですね、あ、第1回のド M チャンピオンだって言われちゃうかもしれないですけどそんな言われないかもしれないですけど、まあこういった形で、まあ、あの写メ送っていただければ嬉しいかなと思います。で、まあただやるのも面白くないので、まあ、ここは一つですね、ドキンがですね、まあ一番回数いってる方にですね、ド M 賞といたしましてですね、満腹浮遊席の方をプレゼントしたいなと思っております。まあ、ちょっとしょぼいんですけど、まあ、まだ売っても結構な値段すると思いますので、まあ、この前あの馬娘の優勝者にですね、送るはずだった満腹浮遊席、あの浮きましたので、ここでプレゼントしようかなと思っております。ぜひですね、まあ俺結構回数いってるよという方はですね、参加していただきたいなと。で、まあ一応ですね、スクショ、まあ写メをですね、送るのはですね、どうしますかね。じゃ3回までにしますか。まあとりあえず1回目のスクショはですね、様子見みたいな感じで、まあ、200回とか300回ぐらいで見ていただいて、まあ何回でもいいってなると、なんか最後らへんすごいことになりそうなので、1人3回までですね、送っていただけるようにしたいと思いますので、もう4回も5回もですね、送っていただいた方はですね、ちょっと失格とさせていただきます。そしてあの締め切りの方がですね、まあメンテが水曜日なので火曜日までですね、7月20日の火曜日23時59分で締め切らさせていただきたいなと思います。その中からですね、一番回数いってる方がですね、見事第1回ド M チャンピオンといたしましてですね、優勝者とさせていただきます。もちろんですね、あのドキンも参加いたしますので、まあ、今あの50回までしか行ってないんですけど、ちょっと1000回ぐらいまでやらないかもしれないですけど、わかんないです。ちょっとあのドキンもやる気になったらやろうかなと、俺こそド M だと、言いたいがためにですね、ちょっと頑張るかもしれないですけど、頑張らないかもしれないですけど、まあ、ドキンも参加させていただきます。なのでですね、まあ、ぜひですね、まあ、優勝は狙ってなくてもですね、まあ、自分はここまでやったよみたいな感じでですね、まあ、皆さんどれぐらいやってるのかなっていうのもですね、参考になると思いますので、
ぜひ、気軽に参加していただきたいなと思います。ということでですね、まあ今回こういった形でですね、七夕イベントをですね、ディスって終わるわけにもいかないんでですね、まあ今回のですね、七夕イベント、まあはっきり言うと、まあ不評ですよ。これ面白いと思ってですね、やってる方はかなり少ないんじゃないかなと思います。なのでですね、まあ今回七夕イベントに関しましてですね、まあ皆さんが思ってること、まあ、もっとこうしてくれればよかったのになとか、ああしてくれればよかったのになとか、もし思ってることがあればですね、ぜひコメント欄の方に書いていただきたいなと思っております。もしかしたらですね、まあ、運営さんの関係者がですね、この動画を見ていただいてですね、まあ、コメント欄を見てですね、生の声をですね見てもらって、もしかしたらですね、次のイベントの参考にもなると思いますし、皆様の声がですね、運営さんに願いが届くかもしれないんでですね、ぜひご協力の方よろしくお願いしたいなと。ちょっとうまくまとめるつもりだったんですけどね、七夕イベントとかけましてですね、願いが届くかもしれないみたいな、うまくいかなかったです。で、まあお願いするばっかりもあれなんでですね、ここからはですね、まあ、ドキンがですね、今回のイベントについて思ったことをですね、2、3ちょっと言わさせていただきたいなと思います。まず一つ目がですね、まあ、今回七夕イベントの報酬ですね、まあ、目玉報酬をですね、まあ、ちょっとですね、ポイントが、きつすぎないかということですね。まあ、目玉報酬っていうのがですね、まあ、織姫、彦星各1500点、そしてまあ、つくもですね、600点を5個で3000点、そして新英傑の新軍神のおみくじですね、最初の5個は10点で、まあ、50点で5個取れるんですけど、次が250点の15個、これ250点の15個っていうのが3750点ですかね。で、これをまあこれぐらい取れればいいかなっていう感じなんですけど、まあ、これを取ろうとするとですね、まあ、約なんですけど、100回クリアすると1500ポイントぐらい貯まるんですよね。するとですね、まあ、ちょっと簡単な計算なんですけど、まあ、織姫と彦星で3000点、そしてつくもの600点を5個で3000点、そして新軍神のおみくじ、まあ、50点と3750点で3800点、まあ、合計まあ9800点、まあ、回数にするとですね、大体まあ650回ぐらいクリアしないとそれらが取れないという感じになってるんで、それをまあ計算した瞬間ですね、もう半分以上の方がですね諦めるみたいな感じになってましたので、半分どころじゃないかもしれないですね。もうやんなくていいやって思っちゃってる方かなり多かったと思いますので、まあせっかくイベントなんでですね、まあある程度のものはですね、まあ、そこそこの回数でですね、まあ、一応取れるような感じにしてくれないと、さすがにちょっと先が長すぎるのもですね、いかがなものかなと。まあ、ドキンが考えるにはですね、まあ、本当もう、まあ、英傑編と徒党編、まあ、100回と100回、まあ、200回ぐらいクリアすればですね、まあ、ある程度のまあ目玉報酬ぐらいは取れるようにしてもいいんじゃないかなと。やっぱイベントなんでですね、いいんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう。そして2つ目がですね、まあ、やはりイベントなんでですね、ちょっとした遊び心も入れてほしいなと。まあ、遊び心っていうのはですね、まあ先ほど言いました100回クリアぐらいすればですね、ある程度ものがイベントを取れて、まあ、101回から110回はですね、まあ高難易度、まあ初心者さん、既存者さんはですね、まあ、報酬取るのが目的と思いますけど、まあ上級者とかですね、まあ、子さんの方もですね楽しめるような、イベントも用意していただきたいなと。まあ無限迷宮の使い回しっていうのは、まあ、しょうがないと思うんですよね。開発の問題もありますし、まあ、使い回しとかでもいいんですけど、まあ、101回目ぐらいから、まあ、ちょっとまあ違う敵まあなんすかね、気候夜叉とか、まあ何でもいいと思いますよ。伊達天とか時を喰らう神とか、まあ、いろいろいると思いますので、また使い回しできると思いますので、で、まあ無限迷宮になりますので、
もう英傑もコスト関係なしで、まあ、ガチガチのあの英傑出せますので、まあ、その英傑出してもですね、結構強いボス系、まあ運営さんからの挑戦状みたいなもんでもいいと思います。あのこんなのはっきり言って勝てねえじゃねえかみたいな感じぐらいのですね、まあ、高難易度的なものを出してもですね、まあ、どうせあの七夕イベントだけしかないんでですね、遊び心的なものをですね、あの作ってもよかったんじゃないかなと。またあの英傑をですね、あのたくさん持っておられる方もですね、こういった時にあのいろいろ選んで使えるみたいな感じもしていただかないと、ね、何のために英傑いっぱい持ってるんだって話になりますので、まあ、そういうのもあってもよかったんじゃないかなと。まあ、あとはですね、まあ、こう高難易度を倒せばですね、まあ、ポイントもかなりたくさん入るとかですね、まあ、あとはまあ七夕イベントだけしか手に入らないあのレアアイテムを、まあ、あの 10% とか 20% でたまに落とすみたいな、まあ、レアアイテムっていうのがまあ別に不要石落とせとかそういうことではなくてですね、まあなんすかね、まあ、見た目装備とかでもいいと思います。まあ、建物とか、まあ、うさ耳の建物のですね、あのしましまバージョンが出るとかですねいるかな、まあ、今回出たあの水着とかですね、まあ、色違い、まあ、七夕イベントだけの色違いの水着が出る、まあ、課金だからちょっと無理かな。ただまあ無双カツラもこの前出してましたので、無双の鎧のですね、まあ、あの七夕イベント用の色で出すとかですね、そんなんでもあの喜ぶと思うんですよね。あの欲しいなって思う人は絶対欲しいと思いますし、まあ、さっきもイダテンを出すんであればですね、あの不良座りをしながら、プラスタバコを吸うモーションとかですねうんこ座りしながらタバコ吸ってるようなモーション出たらもう絶対欲しいなと思う人いると思いますんでね、まあ、そういったですね、まあ、遊び心的なものもあった方が、そうするとね、あの1回クリアしただけで出なかったらまた倒し行こうかなとか思いますし、まあ中身のキャラクター、まあプレイヤーが、まあ1人より2人のがドロップ率が上がるとかですね。そうすればあの中身ちょっとプレイヤー増やしていこうかなとか思うと思いますし。まあその中でですね、まあ徒党内での取り合いがあったりとかですね。昔よくあの帯とかですね、徒党員の中で1人しか取れないとかですね。結構それ面白かったですよね。あの出てやったとか言いつつですね。まあ、取れなかったら悔しいとか、その時に取れたら結構やっぱ嬉しいんでですね、まあ、七夕イベントでこれ取ったんだなっていう思い出にもなりますので、まあ、そういうのも、ね、昔ちょっと面白かった感じがですねあればまあいいんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう。そしてあの3つ目がですね、やはりですね、あの中身のプレイヤーが増えればポイントが多くなるっていうシステムはやっぱ作った方がいいと思うんですよね。そうしないともう一人で行くばっかりになりますし、またあの今回のようにまあ英傑が揃ってない方はですね、結構回進めていくの難しいと思うんですよね。ただあの人が中身のプレイヤーが増えれば、まあポイントが増えるってなればですね、まあ連れていく側もですね、あのポイントが増えて嬉しいですし、あのなかなか回が進めない方もですね、あの回進めて嬉しいので、もうどっちもウィンウィンになりますので、あのそういったシステムはですね、あの絶対つけた方がいいと思いますね。あのやっぱ一人でやっちゃいますので、そんなも変わらなければですね、あのそういった配慮もやっぱちょっと必要なんじゃないかなと思うんですけど、またまたどうでしょう。まあいっぱいあるんですけどね、まあ言い出すとあのキリがないんでですね、まあドキンからはですね、まあこれぐらいにしておこうかなと。あんまり言いすぎるとですね、みんなが思ってることがもうなくなってしまうかもしれないので、まあどうなんでしょうか。まあ、より良くなってもらいたいなと思っておりますけど、もし、まあ、運営さんがこの動画を見ていただいてるんであればですね、まあ、次回のイベントにはですね、ちょっとまあ参考にしていただければ、まあ、一ユーザーの願いとしてですね、嬉しいかなと思っております。やっぱりあのイベントっていうのはですね、もう皆さんがやりたくなるような感じにしないとやっぱいけないなと、まあ、今回のですね七夕イベントに関しましてはですね、やはりもう花からやってないという方がですねかなりあの多くいましたし、あの声も聞きましたので、まあ、ここは一つですね、まあ、ドキンがもう声を上げていかないといけないかなと思いましてですね、あの話させていただきました。
また、まあ、あのコメントの方にですね、どうですかね、まあ、七夕に書くような感じでもいいかもしれないですね。これこれなりますようにみたいな感じでですね、運営さんに願いが届くかもしれませんので、まあ、ドキンと皆様のですね、要望の声が運営さんに届きますようにということでですね、今回は締めさせていただきます。長時間ご視聴ありあちょっと待ってください。最初に話しましたですね、あのド M チャンピオンですね、この動画をアップした後にですね、あのツイッターのドキドキンチャンネルの方でですね、また詳しく、まあ、あの説明したいと思っておりますので、そちらの方もぜひ参加の方よろしくお願いいたします。ということで、長時間ご視聴ありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。バイバイキーン。